日立造船株式会社は、環境装置、工場設備、産業機械、発電設備などを製造している日本の機械、プラントメーカーである。現在の主力事業は、環境、プラント事業であり、造船事業からは撤退している。大阪市発祥の企業で、現在も大阪市に本社を置いているため、関西財界で活動しており、日立造船首脳が、 関西経済連合会で副会長などの役職を務めることもある。東京証券取引所に上場しており、日経平均株価採用銘柄の一つである。称号に造船の文字が含まれるが、2002年に日本交換との合弁で両社の船舶、海洋部門を切り離して統合した持ち分法適用会社のユニバーサル造船を設立したことで本社から主要事業だった。 造船事業を手放した。ただし船舶用のディーゼルエンジンなどの製造は継続している。2006年に子会社の内海造船の株式を売却したことにより2007年度決算から連結決算においても造船事業がなくなった状態になっていたが2009年に再び連結対象になった。かつて日立製作所の参加にあったため日立の名を冠した称号であるが 太平洋戦争後の財閥解体により、現在では、日立グループからは離脱している。ただし日立製作所とは、完全に絶縁したわけではなく、2009年3月31日時点で、日立製作所は、日立造船の第9位の大株主である。また両社とも、旧日産コンツェルンの使用を20社で組織する、春光会や、旧三和銀行の有志系列で組織するサミズ会。 および、緑会の会員企業である、造船不況の打開策として手掛けた事業多角化により、一時期はグループ内で途中茶の製造販売や旅行予約ウェブサイト、旅の窓口の運営なども行っていた。その後、途中茶は小林製薬へ、旅の窓口は楽天へ、それぞれ事業を売却した。また、子会社に、東証二部上場の日立造船と見機械があったが、 今後の事業展開が見込めないとして2004年に通常生産した。通常解散とは経営破綻していない会社の資産を売却し、残余金を株主に分配し解散させることで、上場企業の通常生産は極めて珍しいケースである。他に上場企業では、繊維商社、立川、不動産会社、甲子園土地企業などが同様の通常解散を行っている。 創業者 EH ハンター創業以来の拠点であった桜島工場は現在の大阪市この花区桜島1丁目及び同2丁目南部に所在した1997年12月に閉鎖された後ユニバーサルスタジオジャパンの敷地として使用されている2016年に東京工場は閉鎖され東京工場は柏工場となった2020年に 柏工場は閉鎖され、築工工場へ移転した。桜島工場、編集。ありがとうございます。